トイレタリーは、体の洗浄や身だしなみ、思考などを目的とした商品の総称。パーソナルケア用品とも呼ばれ、基本的に身だしなみのため、身体を手入れするためのものである。トイレタリーとは、日用品の一ジャンルであり、広い意味では、化学薬品、細分化すると化粧品や洗剤、医薬品などに含まれる。だが、いずれに分類しても、イメージなどに問題が生じることから、 便宜上の分類カテゴリーとみなして良い。なお、日本語では適切な表現が見当たらないため、日常生活や業界でもトイレタリーという用語を用いることが多い。英語でトイレタリーとは化粧品のことであるため、和製英語となっている部分もある。業界でもトイレタリーの定義は曖昧で、文献によっては住居用や台所用、衣類用といった洗剤を含める場合もある。しかし、 トイレタリーとは本来、身だしなみのための商品であるので、ここでは、洗剤は含めない。一般に、潜在、トイレタリー業界と一括りで呼ばれることがあるのは、トイレタリーを製造している業界は、洗剤を製造している企業の分野拡大が目立つためである。トイレタリーというと、トイレのイメージが先行してしまうため、小売業界では、ビューティーケアという言い方が一般的である。 一般にトイレタリー用品にはなどが含まれ、基本的に身だしなみのため、身体を手入れするためのものである。ハンドクリーム、リップクリーム、日焼け止めなどは、医薬品や薬部外品として含む場合もある。女性化粧品も、講義ではトイレタリーに含むが、一つのジャンルとして独立している場合が多い。だが、男性化粧品はトイレタリーに含めることが多く、 その際は独自のカテゴリーを設ける場合もある。また女性用の生理用品も広告戦略や販売方法など商品の性質が類似していることからトイレタリーに含めることもある。消臭剤、方向剤も思考目的の商品であり、イメージと実用性が重視されるためトイレタリーに数えられることが多く、これらは文献によってまちまちである。一方、イメージより 用途、目的が重視され日用性が高い、オーラルケア用品はトイレタリーより日用品のカテゴリーでくくられる。トイレタリー用品の購買層は押し並べて女性であり、とりわけ若い10代から30代を対象としている。よって、イメージ戦略は極めて重要であり、テレビ CM における広告活動は化粧品や生理用品と並んで盛んに行われ、とりわけ、 テレビドラマや生活バラエティ番組、情報番組などのスポンサーとなることが多いが、ドラマやバラエティ番組の内容によっては提供クレジットを自粛するケースもある。また、出演者も人気のあるアイドルや俳優が抜擢されることが多い。商品のデザインもイメージを象徴している。色柄はペールピンクやリーフグリーン、ライムイエローなど単色が目立ち、女性に対し、 購買意欲をそそる衣装となっている。とりわけ、シャンプーなどは顕著に見られる。だが、男性もシャンプーの利用率は女性と同じぐらい高いことを考えると、この極端なイメージ戦略を問題視する声もある。事実、男性にとって一部商品は買いにくいという声も出ている。そのため、両方を対象にした中性的なデザインを施した商品も登場しているが、 圧倒的にその数は少ない。一方、ハンドソープ、ハンドクリームなど実用性を目的としたものは、デザインの変更も少ない。その一方で、明らかに購買層が限定される商品に関しては、その年齢層、性別の好みに合ったデザインが施される。トイレタリー用品は、必ずしも、生活必需品ではない。あくまで体をケアするための商品であり、思考性が強い。 よって必要性の有無は人それぞれである。ハンドソープやボディソープ、洗顔フォームなどは石鹸に指向性を持たせたものであるので全く使用しないものもいるだろう。ハンドクリームやリップクリームなどは個人の体質によって必要性を問われる代物である。また、環境上、健康上の観点から全く不要だと唱えるものもいる。しかし、トイレタリー用品は前述した通り、 生活にアクセントを加えるための試行品でもある。例えば、トイレタリー用品には大抵、方向成分が入っている。これは実際、マスキング作用もあるだろうが、使用時に香りを楽しむのが目的であり、消費者に洗濯の楽しみを与える要素が大きい。トイレタリー、洗剤業界は、様々な日用品業界の中でもとりわけ競争が加熱していると言われている。 要因は前述した通り、化粧品業界と同様、CM などによる広告戦略で売り上げを左右することが多いためである。それに加えて実用性が重要視されるため、各企業がしのぎを削って、新商品の開発を盛んに行っている。そのため、トイレタリー市場では、淘汰が激しく、サイクルが短い商品が多い。特に近年はその傾向は顕著で、 大手企業は膨大化したブランドの集約、淘汰を行い、売れ筋の主力ブランドを絞るなど、能率的なマーケティング戦略が求められている。また、新製品の開発も盛んであるが、その商品に将来性が見込めない場合、あっさりと撤収してしまう場合も多い。また、開発が盛んな背景には流通業界の価格破壊がある。主な販路は、スーパーマーケット、ドラッグストア、 ホームセンターなどであるが、これらには安うじの商材として扱われているため、一個体あたりの収益性が低くなってしまう。とりわけ、ドラッグストアが市場を席巻してから、この傾向は顕著になっている。よって、企業は大量投入と大量消費を行って、薄利多売を重ねることが可能な定番ブランド品を育て上げるか、少しでも収益性の高い新商品を開発。 投入し続けることが戦略上不可欠となるわけである。また、競争力に劣る小規模メーカーや後発メーカーは天然素材など付加価値をつけニッチな市場を獲得するか大手メーカー品のゾロ目商品で薄利多売を重ねることが強いられる。以前は大手メーカーの有名商品をそのまま模倣したような商品が多かったが近年はノンブランドであっても デザインを独自性のあるものに変えていく傾向も見られる。基本は科学薬品、化粧品であるため、それに関連した企業が多い。など、ハンドクリームは医療目的のものが多く、トイレタリーとも薬とも取れるカテゴリーである。ありがとうございます。